はい、どうもこんにちは。名古屋の伊藤です。さて、私久しぶりに愛知県を離れてとある場所に来ております。和歌山県です。名古屋の伊藤で和歌山県といえば、そう、高野山ですよ。ここは高野山、実にですね、4年ぶりに高野山にやってまいりました。さて、2019年夏以来の高野山なんですけども、今年はですね、とあるものを楽しみにやってまいりました。それが高野山の新しい複合カフェっていうのかな、新しい施設、天風テラスです。はい、というわけで天風テラスでランチをいただきました。こちら2023年4月30日にオープンしたばかりの高野山の新名所です。高野山はとにかくランチを食べるところをどうするかっていうのが一つのネックになってきますのでね、この新しいお昼を食べれるところが増えたというのは非常に喜ばしいことだと思います。素晴らしい。やっぱり高野山、この3年間ね、コロナ禍で観光客がぐっと減って苦しんだと思いますけれども、まあ、それをまた挽回するために新しい施設ができるっていうのは、その努力に頭が下がります。どうもありがとうございます。まあ、俺もこれから毎年高野山に来れるかななんて思っておりますので、皆様もこの和歌山県の世界遺産高野山にぜひぜひ足をお運びください。別に俺が待ってるわけでもないですけれども、本当に素晴らしいところなんでね。
ぜひ来てください。はい、それではこの動画、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。つい癖でゴミ拾いしてしまった名古屋の伊藤でした。じゃあね、バイバイ。